では今から第44回共通87問目の国家試験の問題の解説をしたいと思います。多発性硬化症について正しいのはどれか。高齢者に多い。脱髄が主病変である。症状に日内変動が見られる。初期症状として眼瞼下垂が多い。脳神経では聴覚が障害されやすい。この中から一つ選びます。まずこの問題で注目してほしいのが多発性硬化症という病気についてです。この多発性硬化症っていうのは自己免疫による中枢神経の脱髄疾患です。この2つポイントがありますね。自己免疫性の疾患であるということと中枢の脱髄性の疾患であるということ、この2つのポイントをしっかり押さえているかどうかがこの問題を解けるかどうかの鍵になってくると思います。では、上から行ってみたいと思います。まずこの多発性硬化症の疫学です。高齢者に多いかどうか、実はこの多発性硬化症っていうのは高齢者よりもむしろ、やや若い人、例えば20代から、50代ぐらいまでのやや若めな方に多いですので、これは違います。50代ではまだ高齢者とはちょっと言い難いですね。では次、脱髄が主病変である。先ほど言いました多発性硬化症っていうのは中枢神経の脱髄疾患です。この脱髄とはどういうことかというと、神経の細胞っていうのはこんな形をしていて、こうしょろしょろしょろ、こんな形をしています。頭の方が細胞体、細いところが軸索と呼ばれます。この軸索の周りに髄鞘と呼ばれる電気が通らないところがあるんですね。ここが髄鞘と呼ばれるところです。この髄鞘という電気が通らない部分があることによって神経細胞に電気が流れるときに電気がこうピョンピョンピョンと飛び跳ねるように伝わるんですね。この伝わり方のことを跳躍伝導と言います。正常な神経細胞であればこの跳躍伝導っていうのが髄鞘によって行われるんですけれども、この脱髄疾患という髄鞘が脱落する疾患になってしまいますとこの髄鞘がなくなってしまうんですね。よいしょ、こんな感じ。ここがうまいこと働かない、ちっちゃくなっちゃう、髄鞘がないよという状態になる、壊れてしまう。そうすると髄鞘がダメになると跳躍伝導もできなくなります。ですので跳躍伝導ができなくなることによって伝導速度が遅くなるっていうのが特徴です。神経の伝導速度が低下してしまいますと筋肉をうまく動かせなくなったりしますので、いろんな体に障害が出てきます。でこの脱髄が主病変であるという言葉、これちょっとこの言葉を見て思い出してほしいのが、じゃあ脱髄以外にどんな病気があるのか。よく対比されるのが変性疾患です。脱髄というのは神経の髄鞘が脱落していく疾患であるのに対して、この変性疾患というのは神経自体が変性してしまう、状態が変わってしまう病気を指します。有名なところであれば、例えばアルツハイマー型認知症、他にはパーキンソン病、あとは脊髄小脳変性症も変性疾患かなと思います。
ときに多発性硬化症は脱髄疾患だな、そうだな、 OK だけじゃなくて、じゃあ脱髄疾患以外には何があるのか、あ、そういえば変性疾患があったな、変性疾患は何だったかな、あ、アルツハイマーとかパーキンソンとか SCD こういうものがあるよねっていうのを思い出してくれるとより深い勉強になるかなと思います。というわけでこの2番の選択肢、脱髄が主病変であるかどうか、これは丸になります。はい、次です。症状に日内変動が見られるかどうか、この多発性硬化症っていうのは多発という言葉が入っていますね。この多発っていうのは何が多発かというと、症状が起きる場所、体の部位が多発することと、時間的な多発、例えば、1年前に症状がドーンと出てきて、で1回良くなったけれどもまた1年後に症状がボンと出て、時間的にポンポンポンと多発する、そういう意味の、そういう意味で多発性硬化症という名前が付けられています。よく呼ばれるのは時間的空間的多発という言葉ですね。特に自己免疫疾患というのは進行に特徴的なものがあります。それは再燃と寛解を繰り返すという特徴があるんですね。この自己免疫疾患というのは一旦症状が出るんですけれども良くなるんです。でまた悪くなって良くなって悪くなって良くなって、リウマチなど自己免疫系の疾患というのはこんなグラフで例えると、症状がドーンと出てきて、一旦は良くなる悪くなる良くなる悪くなる良くなる、こんなグラフを描きます。良くなる悪くなる良くなる悪くなる、こんな病気の進行状況のことを再燃と寛解を繰り返すという表現をします。で、多発性硬化症の場合は時間的にポツ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 と症状が変動はしていくんですけれども、この時間というのはあくまでもこう数ヶ月とか数年という単位ですので、こう1日の中でこうグラグラグラ変動するものではないです。逆にこの日内変動というのはパーキンソン病でよく使われる言葉ですね。ですのでこれはパーキンソン病ではないよ、パーキンソン病の引っ掛けだなっていうのが分かってくれたらいいです。これは×です。では次、選択肢4は初期症状として眼瞼下垂が多い、これも何かの神経疾患と引っ掛けてますね。もう眼瞼下垂が初期症状とくれば思い出すものは一つです。ギランバレー症候群ですね。ギランバレー症候群というのは自己免疫が原因にあって末梢神経が障害されていく疾患なんですけれども、初期症状に眼瞼下垂があるというのが特徴です。これも引っ掛けですので×。では5つ目の選択肢です。脳神経では聴覚が障害されやすいかどうか、聴覚ではなく視覚が障害されやすいですね。なぜ視覚が障害されやすいか分かりますかね。この視覚が障害されやすい理由、これは多発性硬化症では視神経が障害されるからなんです。ここであれって思った人いませんかね。確か、視神経をはじめ脳神経っていうのは末梢神経ですよね。もともと今回多発性硬化症というのは中枢神経の障害です。なのになぜこの末梢神経である視神経が障害されるのか、ちょっと疑問に思いませんか。
はこの視神経っていうのは脳神経の中でもちょっとだけ特別なんですね。どのように特別かというと、はい、これ脳と脊髄です。脳の前に目があって、視神経というのは目から後頭葉に対して情報を伝えるわけなんですけれども、結構長い間ここからここら辺までの間大脳の中をズブズブズブと入っていきます。他の脳神経が、まあ、脳幹のこの辺から出てくるのに対して、視神経っていうのは大脳のトンネルの中をスルスルスルと通っていきますので、末梢神経ではあるんですけれども、ある意味大脳という中枢神経の性質も持っています。ですので多発性硬化症の場合は、まあ、中枢神経の脱髄疾患といったんですけれども、例外的に末梢神経である視神経も障害されるっていうのが特徴です。5番の選択肢も×になります。はい、というわけでまとめると、多発性硬化症は自己免疫疾患であるとともに中枢神経の脱髄疾患であるということを抑える、そしてそれによっていろんな症状が出てくる、それらをしっかり分かっていますかという国家試験の問題でした。ありがとうございました。